おはようございます、やんちゃです。2022年7月25日月曜日の朝です。タイマー20分。失敗したか。タイマー20分はい、開始します。これ失敗すると嫌ですね。なんか失敗しないためにすごい、なんだろう、緊張する。なんか正しく Siri が認識してくれそうな発音で正しく発音しようっていう、なんかなんだろう。やだな。なんかもうちょっと適当でも認識してほしいが、はあ、はい。というわけで、そうだな、まず散歩の話でもしますか。昨日の散歩結構大変だったんですよ。なんかやばくて、ちょっと早速ちょっとムービーに切り替えますか。3、2、1。はい。昨日は南流山駅っていう駅から出発して、で市川駅っていう駅まで江戸川を南下しながら歩くっていうやつをやってみました。これが南流山駅周辺ですね。今回なんか動画ちょこちょこ撮ってたら10分ぐらいになっちゃった。流山のあたりってまだ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 開発中っていう感じで、なんかめちゃくちゃでかい空き地とか結構あるんですよね。だし高い建物があんまりなくて空が広い、うん、でちょっと西側に歩くと江戸川かな。でこの鉄橋がつくばエクスプレスの鉄橋ですね。はい、ちょうどつくばエクスプレスが走ってきたんで撮りました。で南流山駅は地下なので、これ渡ったらすぐに地下に潜ってるんですよね。ただまたさらに次の駅になると地上に出るんですけど、何ですかね、南流山周辺の用地買収ができなかったんですかね。なんで近く通って、なんで南流山だけ地下なのかはよく分かってないんですけど、はい。でこれが江戸川、江戸川の土手は全然人いませんでしたね。まあこんだけ暑いと好き好んでここを歩こうっていう人もあんまりいないんでしょうね。ただ野球とかサッカーとかは結構やってましたね、うん。あとこれはなんか途中で見かけたいい感じの池ですかね。この池のほとりで釣りをやってる人は結構見かけましたね。はい、でこれはなんだ、これはなんだ、野球場。はあ、はい。でこれがあれですかね、あの高速道路外環道っていうやつですかね。外環道、はい、外環道をくぐるところ、はい。なんかね、昔外環道の途中でバイクでガス欠した思い出が蘇るの。で外環道を越えると、外環道を越えると松戸の方に向かっていく感じなのかな次は。うん、これが多分松戸のあたりの電車だと思う。これ常磐線ですかね。はい、多分そう。はあ、大変だったな。しかしこの常磐線の鉄橋の下をくぐると、いや結構楽しい。こういうなんかちょっとしたトンネルをくぐるのは結構楽しいし、あのめちゃくちゃ日当たりが強いから、こういうところで少し日陰で涼むのはありですね。いや
なんか原っぱを登っていくんですよね、また土手で。なんだけど、これなんだっけ、登り切ってよかったんだっけ、これ登り切ったら行き止まりだったような気がする。結局これ登り切った後、そこの橋の方まで行くんですけど、橋の上には横断歩道とかないから、結局土手からまた川の方に降りてって、そこをくぐらなきゃいけなくなってた。ちょうど常磐線の特急が通ったところですかね、ここ。ここがなんか信号がなくて全然渡れなかった。ここまで登ってきたのは無駄足でしたね。でなんかそこをくぐるとゴルフ場があるんですよね。でこのね、江戸川沿いのゴルフ場めちゃくちゃ広いっす。こんだけ広いのに、なんかゴルフ場を予約してる人だけがそのエリアを占有できるっていうのは結構贅沢だなって思いましたね。なんかそういう意味でゴルフってなんかすごい上流階級の遊びって感じがする。めちゃくちゃ広い土地をなんか誰も入ってこられない状態にして、自分たちだけで占有するっていう、うん、でこれが矢切の私出会ってた。矢切の私ってとっくの昔に廃業したもんだと思ってたんですけど、なんかまあ実用的には廃業してるけど、なんか観光向けなんだ。観光向けにまだ細々とやってるっぽくて、ちょっと見学しに行きました。このなんかゴルフ場の脇の小道を、この両脇は立ち入り禁止って書いてあるんですが、この小道をずっと川の方まで歩いていくと、なんかちゃんと矢切の私が営業してて、なんかほんと小さいボートに人をぎっしり乗せてなんか渡らせてましたよ、うん、ただ今回は江戸川の東側をずっと下まで歩いていくっていう目的があったんで、ちょっと西側に渡るのはやめました。これが渡してるところね。なんかよくこれで転覆しないよなっていつも思うけど。でなんか見学してたら、そこのほとりにいたおじさんが乗るのかとかって言ってきて、いや見学しに来ただけですとか。これはなんだ、これはなんかあれですかね、水上スキーかなんかの練習をしてる人かな、うん、結構楽しそうだった。まあこうやってゆっくり走ってるけどすぐこけちゃうから、またなんかボートが止まって、あの水上スキーをやってる人が立ち直ったら U ターンしてまた向こうに行くみたいな、なんか行ったり来たりずっとしてた。まあね、最初からねババババババとかって水上スキーがねできるはずないので、こうやって地道な練習をすることがあるんですね、きっとね。うん、これ延々と練習するのだるそう。お金もかかるし、結構なんかなんていうんですかね、贅沢な趣味だよなって思いながら見てた。はい。でもう松戸超えたのかな、これ。松戸越えてだんだん市川が見えてきてますね、これ。あの向こうに見えるタワマンが市川ですね。タワマンのすぐ下あたりに市川駅があるので目印になってんですよね。これは結構分かりやすい。市川のあたり他に高い建物があんまりないから、あーあそこ駅だなっていうのが分かりやすいのは利点ですね。でなんかちょっと川べりまで降りられるところがあったから降りてみました。でここが何だっけ何公園っつってた。なんとか公園にこう入る近道ですって書いてあったんだけど、階段が
これこの階段めちゃくちゃ急なんですけど、いつも思うんですけど、この急な階段を写真撮ったりとか、そのビデオで撮ったりすると、なんかあんまり急であるということが表現できてないっていうか、これマジで大丈夫？これちょっと足踏み外したら、なんかゴロゴロゴロっといって落ちて大怪我するぐらい急な階段なんですけど、映像で見るとそうでもないですよね。これどう、この階段の急さをこう伝わるように絵に残すにはどうしたらいいんですか？もっと広角カメラで撮ればいいってこと？あ、もうこれ登った時点でもうめちゃくちゃクタクタになってましたね。うん、でまた川の方に戻ってきて、もう最後の方ですね、市川の手前の方まで来てます。もうはい、もうここまで来ればほとんど終わりですね。なんかこの川べりの方にその横幅がでかいタワマンがあって、で駅の方に、なんだろう、面積はそうでもないんだけど高さがめちゃくちゃあるタワマンがあるというのが市川のタワマン構成になってますね。これでかいですよ、結構横幅が。うん、まあ、市川もなんかまだまだ伸びしろありそうな街だなという感じはしました。でこれが市川駅のすぐ近くにあったなんだっけ、グリーンコーヒー焙煎所キャンブレムっていう店、まあ、せっかくなんでここでなんかアイスコーヒーを飲んで、豆も売ってたんで豆を買って帰ってきました。はい、以上。はあ、いやー大変な旅でしたね。20キロぐらい歩いたかな、結構ありましたね。うん、ちょっと舐めてた。なんか去年の8月とかにもほぼ同じルートで江戸川の西側を歩いた記憶があるんですよね。それで市川まで行った気がする。だからなんだっけ、三郷中央駅から、そうですね、三郷中央駅から東側に行くと江戸川の西側に着くから、それ沿いにずっと歩いて市川まで行った覚えがありますけど、それを思い出しましたね。はい、はあ、大変だった。でその最後に紹介したコーヒー屋で買ったのがこのコーヒーですね。早速入れました。はい、なんかね、昨日か一昨日新しいコーヒーを開けたのに、また新しいコーヒーを開けちゃったから、なんか瓶が今2つになってますけど、まあいいでしょう。なんかせっかくね、その場で焙煎してくれたやつだし、すぐ飲んだ方がええやろと思って。でこの買ったのがミャンマーのグリーンランド農園っていうところの豆で、でしかもそれが2種類あって、なんかナチュラルプロセスのやつとハニープロセスっていうやつ。なんかハニープロセスの説明読んだけど覚えてないんですけど、なんか特別な工程を経ることによってなんか蜂蜜みたいな風味が出るとかって言ってて、ほんまかっていう。なんかその蜂蜜の甘みっていうよりは、何ですかね、蜂蜜の香りっぽいものはなんとなく感じはしますね。ただこのコーヒーとして入れた時に蜂蜜っぽいっていうよりは、あのミルで引いた直後に香り立ってくる香りが、あ、なんか蜂蜜を煮詰めたみたいな、そういう感じする、確かにっていう、うん、そういう感じですね。なんか蜂蜜をさらに炙りましたみたいな、そういう感じの、なんか確かにこれをハニーというのはわからんでもないっていうか、なんですかね、あの蜂蜜ワッフルみたいな、蜂蜜をめちゃくちゃ効かせたワッフルってなんかすごい
蜂蜜を煮詰めたような香りしませんか。あれの感じがしますね。もしくはあのめちゃくちゃ蜂蜜でガチガチにしたポップコーンってあるじゃないですか、たまに。でなんかコーティングされてるみたいなやつ、あれの感じがする、うん、でも別に全く甘くはないですっていう。あの蜂蜜ポップコーンから甘みを抜きましたみたいなわかりますかねでもまあなんか珍しいし、なかなか面白いですね、こういうのも。はあ、はい。というわけで結構きつかったですね。まあ昨日の散歩が功を奏したのか分かりませんけど、あのチームマイナス 8kg で今朝計量したら 69.8kg になってて、ここまで減るかと思ってあのさっきツイッターでそのチームマイナス 8kg って私もう結構長い間やってるんですけど、ハッシュタグをあの時系列の相当にしてずっと過去に遡って最初の方まで見たんですけど、今までこのハッシュタグをやり始めてから今までの間70キロを1回も切ったことがないということが判明していや分かんないですけどね、あのツイッターの検索ってなんかだんだん網羅性がなくなってきたっていうか、歯抜けになってきている気がするので、もしかしたら70を切ってるツイートをはしょられてる可能性はあるんですけど、ただ見たところ見る限りでは70切ったのは今日が初めてかもしれん、6年間で6年前の6月とかからやってるっぽいから、マジで正味丸6年以上やっていて初めて70キロ切りましたっていう。あーなんか感慨深いですね。ただこれチームマイナス8キログラムの目標体重は67キロなんですよ。だからあと 2.8 キログラムですかね、あと少しと思うか、それともここからが長いと思うかっていう感じですよね。まあ多分また戻るとは思うんですけど、 7.1 キロとかに。ただね、あの瞬間的にでもここまで落ちたのは初なので、はい、かなりいいですね。10年ぐらい前の体重に戻りつつあるのかな20代の頃はね、普通に70切ってるのが当たり前だったので、うん、はい、なんかそれぐらいの時のコンディションに戻したいですね。はい、あと2分か。まあチームマイナス 8kg の話をするんであれば、あのプランクの話もしなきゃいけないんですけど、さっき昨日プランクの動画を撮ったつもりがなんか全然撮れてなくて、なんか終わり際のところだけ撮れてたんで、なんか本当に笑ったんですけど今日はちゃんと撮れてると思うんですよね。はっ、今日こそ撮れてればいいんだけども、ウォッチのストップウォッチ使いにくいな。なんかすぐ消えちゃうんだよな。新しいウォッチだと常時点灯してるから問題ないのかな。ぐーきつい、もう30秒できつい。でも昨日50何秒かいけたんですよね。うー、やばい、そろそろきつい。まだ40秒台だけどきつい。ぐおーふぐ、1分までは行きたいか。6789101、はあ、いや1分いけたからいいか。で今日は60秒いけましたね、なんとかギリギリなので、90秒もまあ近いうちにいけんじゃないかな。60秒もあのストップウォッチで
時間を計りながらやってると、そのついストップウォッチの方をチラチラ見て、あと10秒とかあと5秒みたいな感じで、もう自然と今日は60秒までだみたいな限界を決めてしまって、60秒になった瞬間に力を抜いてしまうっていう問題があるので、これ本当はオブザーバーみたいな人がいて、なんか黙って測ってくれているっていうのが理想なんですよね。もしくはなんか、なんだろう、こう銅を地面にベタッとついた状態から離れたら、離れたら時間の計測を開始して、で銅が地面についたら止めるっていう器具ストップウォッチのオンオフみたいなやつを機械的にやってくれるものが必要な気がする。じゃないと本当の限界までやらなくなってしまう。どうしても自分の中で今日は60秒とか、だからそういう意味では90秒をきっちりなんかやりきるぞっていう気概が今のところまだ足りてないってことなんでしょうね。なんとかしたい明日はじゃあ、でも90行くぞって言って90秒なるのかなこれ。まあでも90秒まで絶対にやるぞって決めて、本当の限界までやりきるっていうのは明日はやりますか。じゃあ今度こそ、はい、じゃあちょっとやっていこうと思います。じゃあ月曜日頑張りましょう。バイバイ。